あ、来た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 。あ、お疲れ様です。お疲れ様です、ガンちゃん。ガンちゃんもお疲れ様です。そうです、そうです。さっきまでこの時間は全員移動中ですよね、だって。多分全員車の中だと思いますけでど。すよね。うん。僕なんか直樹さんのインスタライブから招待が来るって聞いてたんですけど、直樹僕もさん。そうあ、で聞いすてよたんですね。よ。で、俺ずっと待ってたら、もう10分ぐらい経っちゃったから、と思ってたら、哲也さんが始められたので、よかったです。多分ですね。そうっすね。今多 そ分、うですよ直樹ね。はデジタルに弱いのかもしれな ああ、よかった、でも。ちょうどね、今ね、明日のリハーサルをしててね。そうですね。みんな大集合してましたけど。はい。確かに。後輩もみんないましたもんね、今全員いたね。日は。50人以上いたんじゃないですかね、もしかしたら。近くはなんいました。か、集まると圧巻ですね。あ、です電波悪い。ね。明あ、日は電M 波ステ悪いんですでか。す。はい。たまにね、ちょっと途切れる時がある。すげえな。なんかさ、ガンちゃんとさ、はい。コラボキャスしたらさ、はい。すんげえいろんな人にフォローされんだけど。あ、本当ですか？ ええー。いや、なんかすいません、ありがとうございます。いや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 。で、話すことがいくつかあるみたいなんそうでですすけど。ね。アルバムですよね。アルバムの話をね。はい。今日実は、転着日なんですよ。今日、転着ですね。1月1日発売だと転着が今日になるっていう、このうーん。年始あるある。確かに。なんクリスマで、スですね、もやばいね。クリスマス、う。はらしいことってもう何年かしてないよい。だね。いたい毎年、「M ステ」さんですもんそうだね、ありがとね。うーん。う。ちょっと、あれ、ガンちゃん一緒ぐらいかな？渋滞してきた？いや、僕も一旦止めちゃってます。なんか電ああ、波そう悪くだ。なるかなとか、ちょっと思って。ああ、なるほど。ちょっと僕はい。も渋滞してるから止まってるようなもんだ。ははは。ちょうどよかった。大丈夫ですか？年末疲れしてる？踊り疲れは多少してますね。でも多分、パフォーマー全員してるんじゃないですかね、今年は。そう、まあしてるんだけどさ、やっぱ3代目と兼任してると相当踊るよなと思って。確か俺に。とかの倍は踊ってるし、ツアーもやって はい。る。来、え？いや、もう、M ステの次の日がもう、ツアーの、ファイナル、ツアーファイナルですね。はい。25クリスマス。5と6ですね。はい。やばー、盛り上がりそうそうだなね。んです。はい。最後どこだっけ？最後、福岡でやらせてもらいます。いやー、素敵ですなはい。で、戻ったらまたカウントダウンのリハですね。踊り納めですね、本当にね。ね、ガンちゃんも超人じゃないからね。は言っちゃえば、ツアーの次の日は疲れるわけですよ。はは。そこにいやいハや。ワイということで。もう、年明けまで突っ走ろうかなと、とりあえず思ってます。とりあえずもう、正月まで。もう、正月はゆっくり休んで。いや、いいですよね。そうだね。正月はちょっと休もう。なので、正月は休みながら、やっぱりアルバムをね、皆さんにそう楽ですしんでもね。らおうかな。皆思ってさん、たまくさすんけ聞いてくど。ださい。今日もうバーチャルラブ、この間のカウントダウンではい。初、世界初公開したんで、ですね。やっぱ反響大きいですよね。
いいっすね。うん。ミュージックビデオとかもすごい豪華なんで。全 CG って今まで ある？いや、ないんじゃないですかね、全 CG っていうのは。3代目でもない。やってないと思います。はい。ないよね。相当素晴らしい、豪華な。はい。あれになりましたね。もうでも来年はツアーもありますね。来年は2月の後半からか。そうですね。2月後半から、うん、アリーナツアーをさせていただきますね。意外とエグザイルが単独でアリーナツアー回るのはもう13年ぶりとかって言ったんですけど、うん、本当だもん。僕が入った時ももう完全になんていうか、毎年ドームツアーをこう、やるループに入ってたんで、確かに初のアリーナツアーですね、僕。エグザイルとしては多分。そっか。はい。そうなんですよね。あ、そうだね。久しく、俺らが、はい、セカンドでやった時すごい懐かしかったもんね、アリーナが。そうですよね。うん、だってガンちゃんがさ、初めてお披露目ってスタジアムだよね。はい、そうです、そうです。そう、俺が10年以上前ですね。はい。そっからもう、ドームツアーだもんね、ずっと。そうですね、3代目ももう、4年目ぐらいからはもうずっとドームなんで。たっぷりですよね。たっぷりだね。はい。楽しみだね。楽しみですね。あとやっぱドームだと、なんかなんていうんですか、大都市しか行けないですけど、細かくやっぱり行けるんで、うん、そういう地域の方もね、足を運んでいただきやすいかなとは思うので。まあ結構、はい。近い距離だし。うん。アリーナの、なんだろう。一番後ろの人ってしっかり見えるからね。そうっすよね。確かに。お客さんからもすごい。三代目でも久しぶり？アリーナツアー。三代目はもうブルーインパクト以来やってないと思うんで。あれ以来？そうですね。なんでもう、どうだろう。7年、6年、7年はやってないんじゃないですかね。おー。はい。やばい。なかなかです。なかなかですね、はい。アリーナはね、踊りがいあるからね。そうですね、確かに。アリーナが一番音もいいってボーカルチームも言ってましたね。そうだね。やっぱり音楽楽しむには、あれが限界ぐらいのこう箱、うん、大きさなのかなとは思いますけど。うん、ですね、うん。だから、まあめちゃめちゃ踊り切りたいなと俺も思ってます。はい、うん、ね、確かに。やべえ、なんかこのインスタライブを終えてからキャスに行こうとしてんだよね。ああ、そうだ、そうです、そうです。なんですけど、あの全部喋りきっちゃったなってか。確かに。じゃあ CL で、まあ、CL で、はい、この後 CL で何話すの？ CL で世間話でもしますか。世間話をこれから CL でするんで、よかったら、はい、皆さんよかったら来てください。はい、じゃあ後ほど。後ほどです。じゃあ俺招待するね、ガンちゃん。はい、わかりました。はい、じゃあね。はい、お疲れ様です。はい。